今回は、歴史の彼方に消えた種族に対する、読者の反応集を紹介します。それでは、どうぞ。ニカ族だろう。ニカってルナーリア族じゃねえの？イム様族か天竜人じゃね？ソラジマ人は種族にならないのかな？ならねえって言ってんだろうよ。なったとしても、四皇なら、ソラジマ行くのも余裕だから、一人も手に入らない理由がない。三つ目族は、ハーフのプリンもいるけど、一応、純正がいるかはわからん。結婚して産んだのがハーフのプリンだから、いるだろ。マムは船を落とされておいてチャラにしてやるって、すごい交渉してるよな。ポットランド実現が目的なら、そりゃ優先順位高いんだろうけど。キングの子はセラフィムたちがいるだろ。ブルージさんみたいに、青海に降りてきてるのもいるしな。珍しくはあるけど、いないってことはないだろう。D の一族は？カイドウが空島の存在と生き方を知ってて、マムは知らないってこともないだろう。じゃあ、天竜人？コンボートとキング、結婚させるか。トンタッタ族いたっけ？いる。実はあいつが、みたいな候補が多すぎて、逆に何も言えねえ。あらゆる人種が暮らせる国を理想に掲げるビッグマムの縄張り、ポットランドにいない種族が、実はまだ3種いるらしい。そうなの？巨人族は言わずもがなで、残りは百獣海賊団、キングの種族と、歴史の彼方に消えたかもしれない種族、どちらも貴重な種族のようだ。マムの情報網にかからないとは思えないがな。そういえば、ドリーブロギーはマムのこと知らないんだよね。空白の100年の間に消されたのかな。今思えばあれだけ神格化されてるのに、それぞれ懸賞金1億ベリー止まりだったドリーとブロギー、すげえな。100年前の1億ベリーは、現在の価値では10億ベリーとかかも。あと、頂上戦争のモブ巨人海兵に、女がいたと思う。ルナーリアの情報提供だけで、1億もらえるんだっけ。スカイピア人はいるのか。天竜人って結局種族は人間、って認識なのかね。天竜人がやったことで、人間が巨人に恨まれてるあたり。人間だな昔から。わあ。あの四皇、ビッグマムがバンコクにいない三種族のうちの一人、ルナーリア族のキング様を勧誘してる。歴史の彼方に消えた種族一ついる一方でルナーリア族は生き残っているわ。まずい。解説モブが必要な奴がいる。そもそも飛行能力持ちは、自力で空島に到達可能だからな。小人って、誰がいたっけ？ホールケーキアイランドに入った時にいるって、ベコムズが紹介している。でもなぁ、解説モブがいないワノ国完結後から今までのワンピ、テンポ良くて面白いからなぁ。本編じゃなくて劇場版とか、外伝のために残してそう。プリン以外に三つ目族いるならそっちに海岸させればいいだろうに、話題に上らないあたりバンコクにはもういない気もする。プリンへの扱い、割とアレなあたり。旦那は見た目で散々言われて、嫌気さされて逃げられたのかな。この世界の謎の角生えてる奴らの先祖的な感じで、鬼とか。巨人の血統因子が混ざってるのかも。むしろ政府側からしたら、滅んでてほしい種族じゃない？報告するだけで1億だっつってんだろ。オーズは巨人族でいいんだっけ？古代巨人族だな。人間判定だろうから違うだろうけど、それはそれとして、マムのところに D っていたっけ？モルモットとして優秀そうとか、そんな感じなのかな。ルナーリア族、天竜人の前の世界の支配者とかだったんだろうか。白ひげはルナーリア族を神って呼んでたし、天竜人の前に、神として君臨してたんだろうね。それでルナーリアの存在が、今の天竜人の支配体制にとって不都合だから、消したがってるんだと思う。古代巨人族と、巨人族は別カウントなの？歴史から消えた種族は、政府に消されたんだろうな。ルナーリア族以外に、歴史に消えていった種族がいるのね。D の一族は何なんだろう。巨人のサウロも D だから、種族や血縁関係ではない。何らかの共通の目的を持ってた人たちが、名前に D を入れてたのかな。ルナーリア、消えた国の種族、天竜人、でいいんだっけ？レッドラインに住む人って。それこそ読者層は子供からジジイ、果ては外人まで広がりそうだし、SBS 宛て文章の内容、すごいことになってそう。トンタッタ族もいない。コウモリみたいな羽を持っているキャラがたまにいるから、悪魔族みたいなのもいるんじゃないか、とか言われてるな。無敵なのに絶滅寸前まで言ってるけど、なんか汎用的にできる無敵対策があるんだろうか。むしろ種族としての生存力高すぎて、なんで絶滅レベルで存在が消えたのかの方が気になるわ。ルナーリア族。巨人と同じで、数にはかなわなかったんじゃね。古代兵器使われたとか。キングの羽って飛べるっけ？飾り？バサバサしてるから、補助的には飛べるんじゃないか。空中戦はさすがに能力メインだろうけど、
疫病とか飢饉とか外敵以外にも、種族滅びる要因はあるし。ルナーリア族の力が奪われて、悪魔の実になったとか？あらゆる環境で生存できるって話あったのに、環境因子で滅びるのだろうか。イム様がやっちゃったとか、キングの幼少期は普通な絵だったよね。生まれた時から研究所のモルモットなのかと思ったら、穏やかな生活してたっぽい。ラピュタ？アルベルって本名聞いて思い出したのは、遊戯王。箱人族、あと数年で終わると聞いて、それっぽい伏線のまま終わる設定とか、ありそうで怖い。天竜人だろ。あいつらがそういう種族だと名乗ったら、それがルールになる世界だし。残り二つの種族で歴史に消えたのがルナーリアなら、もう一つはまだ作中で、出てないのかな？小人はいるのかな？ルナで月だし、エネルが行った月もいろいろとあったし、こんだけ露骨に太陽に関連する種族もいるんじゃないだろうか。って思ったが、ニカが太陽神、って言われてたな。ルナーリア族が炎を操って、あらゆる自然環境に適応できる耐久力持ってるのは太陽に住んでたから、って言われたら納得できるんだけどな。多分、キングが自分でいい人見つけてカイドウに報告したら、ものすごい喜びそうだよね、あの人。キング解放したのがマムの弟分のカイドウ以外だったら、とっくにマムに捕まったんだろうな。マムは、天竜人とも一緒に仲良くご飯食べたいと思ってる人だよ。キングが嫁につけた報告したら、素直に喜びそうだな、カイドウ。消えた種族って今の政府が滅ぼした国？それが不明。SBS に小人とのハーフできるって？ロビンがいる以上、隠された歴史が判明するのは確かなんだろうけど。巨人族、歴史の彼方に消えた種族、ルナーリア族、カッコキングなのか。巨人族、ハテナ、歴史の彼方に消えた種族、ルナーリア族カッコキングなのか教えてほしい。後者だと思ってるけど。後者だと思うっつってんだろ。一種は、っていうカウントの下りで、文章的にはキングが3種目って構成になってる気がするな。逆にその一種はって流れだったら、もう一個は無視してキングの種族を掘り下げてるように読めただろうけど、全員に読み取れっていうのは難しいのかな。というか途中で舵変更もできるように、やや読み手に任せる表現なんだろうけど、めっちゃ細かいけど、ルナーリア族が消えた種族ならお前は、じゃなくお前が、の方が意味として通じやすい。っていう考察で、巨人族、ルナーリア族、歴史の彼方に消えた種族、っていう意見もあるみたいだけどな。そういう解釈もできるわね。そういえば、天竜人はカウントされていないのか。ただの人間だし、当然か。ルナーリア族は歴史の彼方に消えたけど、お前は生きてる、でも通るんだよな。というか、ただでさえ大昔にルナーリア族が世界政府によって消されたっぽいのに、別で消えた種族いるなら消えすぎだろ。どっちでも触れる範囲というか、多少批判されながらも作者都合で後からそれがキングだよ、ってケースはあるかなってくらい。まあ、消えた種族ならともかく、歴史の彼方に、って前置きだと目の前にいます、はなんか噛み合わないね。キングはイケメン状態をもっと見たかった。隔たれた海が自由に行き来できるようになってオールブルー説とかあったけど、実際どうなるんだろう。それも以前から考察されてたね。細かいこと言うと、空島の魚もいないとダメだろってツッコミも見かける。まだ明かされていない種族が一種類いるようだし、そろそろ終盤なのに解明されるんだろうか。古代兵器封印するためにワノ国に壁ができたって話、まんま赤い大陸のことじゃん。いや、天竜人だろ。空与もいる環境ってなると全然想像できん、オールブルー。多分空に浮いてる海なんだよ。そうなのかな？そうなんじゃないか？それにしても、今週のワンピースも、最高だ。重要な話もチラチラ出てたけど、最後のコマオマージュか、もしくは戦争が始まる前兆の表現が。しかし、ワンピースの中で作中のオマージュが出てくることが少ないから、もしかしたら、割れるのには何か理由がしっかりあるのかな？そうかもしれないな。今後も目が離せないわね。